石田英吉明治34年4月8日は、幕末の土佐藩士、明治の政治家、男爵。変名を、伊吹周吉、後伊吹慶良という。土佐藩の医師の家に生まれた英吉は、坂本龍馬の義系、高松純三の主塾で学び、家業を継ぐため大阪の敵塾で、尾形公安に指示し、医術を学んだ。しかし、志士、吉村虎太郎に浸水し、 文久三年八月、伊吹周吉の名で天中組に加わって、大和巨兵に参陣し、五町として各地を転戦する。後に、亀山社中で行動を共にする池倉田と一緒に、首相、中山忠光の側に仕え、天中組壊滅後は忠光を護衛して、大阪の長州藩邸へ逃れた。その後、英吉は忠光に伴って、長州に落ち延び、再起を図る。 長州において、石田英吉と名乗り、諸藩の脱藩同士が中心となって結成された、中優隊に属し、源氏元年7月金門の変に参加するも負傷し、再び長州に逃れた。英吉はそこで、高杉晋作と合流し、騎兵隊創設に貢献するなどして過ごした。その後、同郷の坂本龍馬が海援隊の前身である。 亀山社中を結成するとこれに加わり、長岡県吉と共に重きをなした。第二次徴収征伐では、小倉藩への都会作戦において、坂本指揮下のユニオン号に、法主長として乗り組み、戦果を挙げた。坂本の死後、海援隊では、長岡に従い、後進の指導に当たるなど組織をまとめるが、菅の各米らと共に、長崎ブリエン隊に加入する。母親戦争では、 隊長として戦闘に参加し、慶応4年7月19日に長崎港からイギリス船フィロン号に乗り組み、海路で秋田に上陸。同月24日に秋田領船側に到着し、26日に勤能派の秋田城下に入り、角間川の戦いに臨み、省内藩の堺田ダーツの軍と戦ったものの、敗走した。その後、南部藩降伏の法を受けて、 9月29日南部藩、雫石に転戦し、雫石、橋場口の戦いを起こした。10月2日には森岡城へ入った。維新後は秋田県で千葉県知事をはじめ、多くの県知事職を歴任した。農政面での政策では多大な功績を残した。秋田県で現在でも行われている農業イベントの首病交換会につながる会を招集したのは彼であった。 海援隊時代の同志であった、武津宗光が、農商務大臣に就任した際、栄吉を時間に迎えて、国政を相談したとされている。明治29年6月5日、維新の功により、男爵を授けられる。明治31年8月、貴族院男爵議員に選出され、明治34年に63歳で没するまで、在任した。海援隊にあっては、指売りの逸材とされ、 長岡と共に、三吉と、称される。福岡皇帝、道の区と並ぶ人物であった。志士として、男爵を継承した、八谷の長男が、文化人類学者の石田栄一郎で、京都帝国大学在学中に、京都学連事件に連座、起訴されたため、1926年3月24日に、男爵位を返上。ありがとうございます。